せーの。いらっしゃい。対抗立志伝を DX やっていくよ。普段何かとネタにしているので、たまには織田家にご恩を返そうってことで、織田家に天下を取らせよう、ってのが、今回の目標だよ。初っ端から仕官して、武士プレイするのって、実は初めてだぜ。対外鍛冶屋とかやって、途中から仕官したりしてたからな。まあ、今回は織田家に天下を取らせようってことで、どれだけやれるかわからんが、頑張ってみるぜ。野良之助は、家臣プレイ大好きだからね。三国志や信長の野望シリーズも、家臣プレイ復活しないかなぁと、思ってるみたいだね。ゲーム内では様々なミニゲームがあって、それをクリアしていくことで、いろいろなスキルが身につくよ。今は三術のスキルを取得してるとこだな。武士から無職に糸まで、いろんな職業でスタートできるけど、武士になって仕官したら、2ヶ月に1回料亭があるので、城に戻らないといけないぜ。戻らなくてもいいけど、その時は勲功が減るので、出世が遅れたりクビになったりするよ。身分が高い方ができること増えるからな。その分をだけの天下も近づくってもんだな。今度は牙スキルだね。こんな感じで経験を積んでいくと、スキルカードみたいなのがもらえて、スキルを使えるようになるよ。さあ、料亭だ。まあ、会議みたいなもんだな。こんな感じで、目標達成の成績がいいと、ご褒美もらえたりするよ。人脈を構築するのも大事だね。仲のいい人が増えれば、いろいろ有利になるからね。藤吉郎とは仲良くしておきたい。あれ？年家が冷たい。なんかランダムで一人、ライバルみたいのが存在するんだよな。前田年家は有能なので、できれば仲良くしたかったが。任務の合間を縫って、人脈広げようとしてるね。武田家なんかは顔を打っておきたいよな。もし武田家が滅亡したら、家臣総取りできるかもしれないし。日頃からこうやって仲良くしておくのが大事だね。序盤にそこそこいい茶器を手に入れて、茶会を開けば大体仲良くなれるよ。中には茶が嫌いな人もいるからな。全員に当てはまるわけではないが。現在美濃の斎藤家と揉めていて、イベント進行中だぜ。隅又に一夜城を作るってやつだね。佐久間さんが挑戦して失敗したっぽい。重心柴田さんが挑戦。この後、誰かやるやついないかみたいな。流れになるんだけど、あんまり干渉するのもあれなので、名乗り出ないよ。
この辺りから、木下藤吉郎の名が売れ始めるんだよね。言わずと知れた、豊臣秀吉だな、後の。そうだね、後の。キュア対抗だね。月に代わってお塩小さじ半分だね。変な力技やめろ。お、うまくやってるな藤吉郎。これがきっかけとなり、美濃攻略に向けて動き出すんだよね。ここでなぜか合戦に参加することに。手柄を立てるチャンスじゃないか。勝ったー。早送りしてたからわかりづらいかもだけど。今回はあまり活躍できなかったね。まあ能力平凡だからな。こうして信長殿は美濃を手に入れ、岐阜城という立派な城を築くことになる。しばらく合戦が続くんだけど、武力高い武将たちが呼ばれるので、しばらく目立った出番なし。せっかくだから遠出して、人脈広げるよ。そうそう。本当はでかいイベントとして、開始早々桶狭間があるんだけど、マンネリ感あるのでカットしてるよ。大した活躍もしてないしな。まあ今のところは概ね順調。織田家も天下取りに向けて、着実に歩んでいる感じだね。今回あんまり寄り道プレイしないから、地味な動画になるかもしれない。それはそれでいいかなぁとは思ってるけどな。まあでも、織田家の天下取りのために、まずは城主のポジションを目指すよ。